皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成部の滝沢でございます。そして滝沢道場へようこそ、3日目でございます。ゴールデンウィーク特別企画、短期集中型エレキギター基礎特訓道場、もう3日目の動画でございます。1日目、2日目はね、その右手の練習、この連打連をひたすらこうやって BPM を測ったりとかしたんですけれども、右手のこの連打連が終わった次は、3日目は左手でパタパタ練習というものをしていこうかなと思います。パタ練でございます。パタ練、早速やっていきましょう。どんな練習かと言いますと、こんな練習です。わあ、見るからに地味ですね。これは今から皆さんにやっていただこうというわけでございます。アンプにつないでもアンプにつながなくてもどっちもいいです。もう生音でもいいですし、アンプでもいいですし、もう皆さんの好きな方でやってみてくださいませ。早速ギターを持っていただいて、まず人差し指で6弦の5フレットを押さえます。で、この6弦の5フレットを押さえたら、人差し指は基本的に押さえっぱなしでいきます。押さえっぱなしです。この人差し指がこの6弦から離れたりとか違うところにいたりとかすることはありません。6弦の5フレットにずっとキープしたまま、続けてくださいませ。で、人差し指の準備が終わったら、まず最初中指からスタートします。6弦の6フレットをハンマリングしましょう。ちょっとこの高いところ、遠いところから指をこうポンと落とすような感じにして、こんな感じの音を出します。この時に指を強くギューッとやる必要はないです。できるだけ軽く、軽くなんですけれども、素早くって感じですね。力を入れてギュッとやるというよりも、素早く、この速さを意識すると、はっきりとしたこのベーンって音がなるかと思います。で、この中指でハンマリングしたら、その次はプリングします。プリング、この中指を引っかいて音を出します。押したら引っかく、押したら押して、この中指をこのまっすぐこうね、戻すんじゃなくて、ちょっとこの下の方にこう引っかくような感じで鳴らしていきます。で、それを動きを小さく、こんな感じ。どうでしょう。うまくいきますでしょうか。結構なんか地味っすよね、これはね。で、これをできる限りの速度でまたハンマリング、プリングを繰り返していきます。こんな感じで、これに関してもね、連打連動一緒なんですけども、これに関してもそのね、基本的にリラックスした状態で、やっていきたいんですよ。ちょっとね、その中指で何回かペロペロとやってみて、感覚をつかんだならば、ちょっくら意識を変えてというか、目線を変えて右手でやってみましょうか。右手で、左手の人差し指はこの6弦の5フレットを押さえっぱなし、これはまあ変わらないです。で、さっきは中指でハンマリング、プリングしたんですけれども、右手の人差し指を使ってちょっとこの中指の代わりをしてみましょう。右手の人差し指でこの6弦の6フレットをハンマリングします。はい。で、そのまま上にプルッとずらしてプリングします。上にプルッとね、こんな感じで弾いてみると、押さえてる弦とハンマリング、プリングをする弦を違う手でやってみると、わかると思うんですけども、そんなに思いっきりギュッとやらなくても音出るし、割と軽い力で素早く叩いてあげれば結構簡単に音が出るなと思いません？で、プリングに関しても気合入れて、おらーみたいな感じで、おらーって感じでやらなくても、まあ、割と軽く叩いて、ちょっとペッと弾いてあげるだけで音って出るなと思うんですけど、どうでしょう？こんな感じ。こんな、どんな感じ？まあね、右手でそのやってみると、そのね、どんだけいかに楽にやっても音が出るかっていうのが分かるかと思うんですけども、このぐらいの力加減で、このぐらいの落差加減で、このぐらいのリラックスしぶりで、左手でもやってほしいです。こんな感じ。右手でやってる時の。
感覚で、販売できるんですよ。で、これ中指がうまくできるようになってきたら、その次は薬指でもトライしましょう。薬指は6弦の7フレットです。で、その次は小指、6弦の8フレットと小指、6弦の8フレットを小指でハンマリングプリングします。こんな感じです。で、これを1本ずつ中指から、ね、あいやー、薬指、小指、やってもいいですし、なんか1回ずつとか4回ずつとか、まあ、こんな感じで、その回数をアレンジしていただいても良いと思いますし、僕個人的におすすめなのが、その苦手な指を集中してやるというやり方です。例えば皆さんがその薬指苦手だな、薬指がうまくできないなと思ったとしましょう。苦手なところをひたすらこう潰していくような気持ちで、もう苦手なところをひたすら、特訓するっていうのは僕は個人的におすすめです。小指が使いづらければ小指をひたすら続けると、薬指がやりづらければ薬指をひたすら続けると。そんな感じで苦手なところをひたすら繰り返して苦手なところを潰していくっていうのが僕の中での一番のおすすめなんですけれども、まあ皆さんのね、気分で1回ずつとかね、そのそれぞれ1本ずつとか切り替えで構いませんので、今日からこんなパタパタ練習、パタレオンですね、ひたすら続けてみてくださいませ。で、これ右手の連打連と一緒で、ながらで大丈夫です。何かをしながら、あるときはこう連打連をして、で、連打連に飽きてきたらパタレンして、まあ同時はちょっと器用だなと思うんですけども、同時というよりもそのどっちか片方って感じですね。連打連に飽きたらパタレンして、パタレンに飽きたら連打連してみたいな感じで、ながら練習に活用していただけますと幸いです。で、ながら練習するときはシンプルな方がね、わかりやすいと思うんで、多分一本ずつの方がやりやすいと思うんですけども、その辺は皆さんのその集中度合いに応じて、合わせて、まあね、アレンジをしていただきますと幸いでございます。で、ちょっから最後に、ちょっとまたですね、雑談をしながら、パタ練習を続けてくださいませ。ちょっとパタ練習続けてください。そのパタ練習をしていただきながら5分ほどまた雑談をしようかなと思います。まあ雑談ではないな。どっちかというと普通にテクニックって感じですね。人差し指と小指のハンマリングプリング、僕はすごいめちゃめちゃ簡単そうにやってますけども、おいおい滝沢全然できねえよってなってる方、おいおいちょっと滝沢5フレットと8フレット届くわけがねえだろ、おいどういうことだこれってなってる方も何気に結構いらっしゃるかと思います。そういった方はね、親指の位置を見直してみてくださいませ。親指の位置、5、6、7、8フレットに今それぞれ指があると思うんですけれども、この真ん中ら辺、ちょうど中指ですかね、この6弦の6フレットの裏ら辺に親指を置くようにしましょう。6弦の6フレットの裏ら辺、この辺ってことです。こういうところではなく、6弦の6フレットら辺、6弦関係ないか、6フレットあたりってことですね。6弦関係ないや。で、この横幅は6フレットあたりです。横の位置はこの6フレットあたりです。で、この縦の位置としては、このね、できるだけこの真ん中ら辺にこう添えるような感じで、こんな感じで持っていただきたいんです。こんな、そうすると何が起こるかっていうと、このそれぞれの指の付け根の自由が効くので、そのね、どんどんこの、ね、たくさんの指を動かすことができるんですよ。いろんな位置に指を動かすことができるんです。これすごい悪くやると、こういうのがよろしくない。親指が上から覗いてしまって、親指の付け根、そしてこの水かき部分がこのベタッとくっついてしまうと、ちょっと見てください。それぞれのこの人差し指、中指、薬指、小指の指の付け根の自由が効かないから、めっちゃ窮屈そうに見えるじゃないですか。なんで、この状態から人差し指がこの5フレットに行こうと思っても結構厳しいですし、この5フレットと8フレットのこの指の開きを実現することも結構厳しいんです。でも、こうじゃなくて、できるだけその指の付け根にこの自由を持たせてあげる。幅を持たせてあげる。遊びを持たせてあげる。そんな感じに意識をすると、簡単に人差し指から小指までのこの5フレット、8フレットが届くようになるかと思います。そんな感じでうまくできないよという方は、この親指の位置を、確認してみてくださいませ。こんな感じです。親指をできるだけ真ん中ら辺に添えてあげるようにすると。で、またこうね、バーッと続けているとちょっとね、しんどくなってくるので、ちょっとまあ休み休みやってみてくださいませ。で、連打連の時はね、そうでもないんですけども、こっちのパタ連の時はね、ちょっとなんだろうな、ずっと続けてて、違和感を感じたらね、こまめにインターバル、こまめに休憩をとってくださいませ。
右手の連打連はそんなでもないんですけども、このパタ連に関してはね、その手首を痛めてしまったりとか、その腱鞘炎の原因になっちゃったりとかもするんで、ちょっと違和感あるな、ちょっと痛いなって思ったら少し休むっていうことも大事です。休むことも大事な練習の一つです。でも、なんか違和感を感じたりとか、疲れたり痛いなって思ったならば、基本的に余計なところに力が入っちゃったりとか、余計な部分を動かしているっていう可能性がすごく高いので、できるだけゆっくり、その必要なところだけ動かすっていう意識を持って練習をしてみていただきたいです。早く動かすことも大事なんですけれども、早く動かすのが困難の場合はゆっくり一つ一つの動き、この筋、腱、骨、なんかこの手首の位置とか、なんかこの感覚を超大事に、すっげー神経研ぎ澄まして、こここれここって感じで意識をすると、その最小限の動きが実現できるかなと思います。で、何度も言いますけどもね、ひたすらこう続けて負担が感じてきたらちょっと休む。で、ちょっとね、なんかこうストレッチというか、なんか指を伸ばしたりとかして、筋を痛めないように気をつけていただければという感じです。本当、腱鞘炎とかになると喋らないですからね、腱鞘炎って。一回になるとそのすげえ癖になっちゃうんで、大変なことになります。そうならないためにも、余裕を持って、そしてしっかりと休むという練習もしながら、続けていただけますと幸いでございます。とりあえず、まあ、3日目のビデオに関しては、そんなところでございましょうか。パタパタ練習という感じでした。プリングレンダーに左をフォーム固定。そうですね。まあ、今回お話をしようと思ったことは以上かな。また明日、このパタ練をするわけなんですけれども、パタ練2です。違うパタ練をしていこうかなと思います。それまで今日もですね、このながら練習ひたすらパタ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 しながら、一日を過ごしていただきますと幸いでございます。4日目もまた頑張って練習していきましょう。それではまた最後におなじみになりますけども、私、滝沢勝太、ツイッターなどをやっております。TIKAJAWA 滝沢という名前でツイッターやっておりますので、この滝沢道場の感想とかご意見とかありましたら、ぜひバシバシとコメントいただけますと幸いでございます。リプライしてみてくださいませ。で、わかんないところとかあったらね、全員っていうわけにはいかないと思うんですけども、できる限りでそのご返答もしていこうかなと思っておりますので、何か気になることがありましたら、ハッシュタグ滝沢道場、もしくは、滝沢勝太個人の方にリプライをしてみてくださいませ。それではまた明日、4日目も夜6時にエレキギターを持ってパソコンの前に集合でございます。滝沢道場に集合でございます。夜6時に間に合わなくてもね、またアーカイブでも構いませんので、ぜひ明日ももりもりと練習をしていきましょう。はい、それでは、今日は以上でございます。この動画は見終わった後も頑張ってながら練習してねということで、さよなら、バッハハーイ。レロ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